はい、皆さん、こんにちは。下田岳志でございます。今回は、消化性海洋確認していきましょう。海洋とは一体どんな状態なのか、消化性海洋、なんで起こってくるのかという病態、そして症状と治療法を確認していきます。最近の国家試験では、背景が載っていて、症状載ってて、それらを組み合わせて、 どんな状態にあるのか、どういった疾患なのかということを予想して、そしてどの治療薬が適切なのかということを選んでいくような問題出ていますので、どうやって海洋を起こってくるのか、どんな症状を呈するのか、そしてどんな治療法があるのかってことをしっかり押さえてもらって、そして問題に対応できる力をつけていってください。じゃあまず、海洋とは一体どういったものかというと、 胃液と接する消化管に生じる原曲性の組織欠損となっています。で、具体的には食道海洋、胃海洋、十二腸海洋なんかがあるということです。じゃこの海洋なんで起こってくるのどうやって起こってくるのっていうと、防御因子と攻撃因子が関わってて、このバランスが崩れることによって海洋が起こるとされております。 じゃあ国家試験どこが狙われそうかというと、防御因子何がありますかそして攻撃因子何がありますかで、この防御因子攻撃因子がどうやったらバランスが崩れるのかの要因、ここがね、問われる可能性ありますんで、この3つのポイントはしっかり確認しておきましょう。じゃあまず簡単なものとしては攻撃因子です。一つは遺産。 もう一個はペプシンとなってます。じゃ、このペプシン何かというと、酸性条件下で活性化するタンパク分解酵素となっていて、陰、e、ンとかペプシン、これが攻撃因子として働くと。で、この攻撃因子が増強すると海洋が起こりやすくなるとされてます。 じゃあ、それに対して防御因子はというと、粘液血流、粘液の分泌、炭酸水素イオン分泌、上皮再構築、これらが防御因子となってて、この防御因子は弱くなると、減弱すると、海洋が起こりやすくなると言われてます。じゃあ、この攻撃因子防御因子なんですが、どうやったらバランス崩れるかというと、ストレス、エヌセイド、喫煙、ヘリコバクターピロリ菌となってるんですが、 特に今問題視されているのがエヌセイドとヘリコバクターピロリ菌ですね。この二つが特にバランスを崩す要因として問題視されております。 なので、海洋が疑われる場合は、N 制度服用していないかどうか確認する必要がありますし、あとヘリコバクターピロリ菌に感染しているかどうかってことを確認するということはすごく重要になってますので、海洋の主な要因2つ、ここはですね、要チェックということです。じゃあ、そんな海洋が起こった時に、どうやって治療をしていくのかというと、一つの方法としては、防御因子を増強する。 もう一個は、攻撃因子を減弱するというね、方法が取られます。じゃあ、防御因子増強する方法として、何が有効かというと、プロスタグランジンを補っていくことが有効とされてます。まあ、特にね、N 制度によって海洋起こっている場合っていうのは、この N 制度が、プロスタグランジンの生成を抑えることによって、下熱、鎮痛、消炎作用を示すということになるんですが、 逆にですね、これが、老魚因子を弱くしてしまって、そして、海洋を起こしやすくするということになりますんで、N 制度を使っているときは、プロスタグランジンの作用が弱くなっているということで、プロスタグランジンを補うことで、海洋を緩和させることができるようとされております。 で、あと、攻撃因子を減弱するってことなんですが、特に用いられるものとしては、胃酸分泌を抑えるもの、H2 状態で社内薬、プロトンポンプインヒビター、ムスカリン状態、アンタゴニスト、そして生産薬なんか使われるということと、あと加えて抗ペプシン薬なんかを使っていくということで、遺産を抑えたり、ペプシンの作用を抑えることで、攻撃因子を減弱させて治療していくとされております。 ということで、海洋を勉強する上では、この図はむちゃくちゃ重要なんで、しっかりこの図をですね、頭の中に焼き付けといてください。防御因子、攻撃因子、何か。攻撃因子、防御因子のバランスが崩れる要因は何なのか。で、それに加えて、防御因子を増強する方法、攻撃因子を減弱する方法をしっかり確認しておきまし はい、じゃあ続いては症状を見ていきましょう。進化物、特に空腹時、胃もたれ、胸あけ、月プ、吐血、下血となっています。で、最近の国家試験先ほども言いましたが、背景、症状からどういった疾患なのかってことを予測して、そしてどんな治療法が適切なのかってことをですね、考える問題なんかが出ます。ただ、 この症状が、ここでは進化物痛と書いてるんですが、問題では進化物痛って書いてくることはほとんどないんです。まあ、患者さんが進化物痛があってね、なんていうような感じで受診することはないので、この進化物痛を未動ちの痛みっていう感じで出てきたりとか、あと下血っていうのもですね、多分問題ではあまり出てこずに、この下血によって起こる 黒い弁ですね。まあ、これが出てくることがあるので、まあ、簡単な表現にするとどうなのかとか、それによってどういったことが認められるのかとか、まあ、その辺はですね、ちゃんと噛み砕いて理解しておく必要があります。まあ、例えば国家試験で血小板を固まりにくくするためにアスピリンを使ってますよ。で、そのアスピリン使ってる人が、二度ちに痛みがある。 そして最近便が黒いってことがあるっていうね。まあ、そんな感じで出題されることがあるんじゃないかなと思いますんで、まあ、難しい表現も大事なんですが、これを噛み砕いたらどんな風に表現できるのか、なんてことも知っておくと、より問題に対応できる力がつくということになります。じゃあ続いては治療なんですけど、目的は自覚症状を取り除く。そして海洋の治癒促進、再燃再発防止。 で、海洋症から離脱するということで、海洋を緩和させるということと、自覚症状をなくしていくことが治療目的となってます。で、この治療するにあたっては、問診をしっかり行う、N 制度を飲んでいるかどうかとか、ピロリ菌を調べたことあるのかどうかとか、ピロリ菌いると言われたことあるのかどうかとか、まあそういったことをですね、しっかり問診して、そして誘因を除去するということと、あとは食事療法なんかを基本として行っていくとされてます。 で、内視鏡なんかで出血のリスクがある場合は入院過量の対象となるということで、場合によっては入院も必要とされております。じゃあ続いて、N セイド開用の場合なんですが、まずは N セイド中止可能な場合は中止すると。で、それに加えてプロトンポンプ阻害薬を用いていくとされております。 なので N 制度を使ってた海洋ですよってことが分かった。その時にまず考えるのは中止可能かどうかっていうことを確認していく必要があると。で、中止可能な場合はできる限りやめて、で、プロトンポンプ阻害薬を使っていくとなってます。じゃあ中止できない場合ですね。抗血小板作用を期待してアスピリン使ってますよ。どうしてもアスピリン使いたいですよとか、どうしてもですね、痛みがあって N 精度を使わなきゃいけない。そういった場合は、 n セ e これと併用して、プロトンポンプ阻害薬とか、プロスタグランジン製剤を併用していくということになります。まあ今ね、ほとんどのプロトンポンプ阻害薬が、低容量アスピリン、n セ e による海洋の再発を予防する目的で使うことができるって感じになってますんで、n セ e を使って海洋起こりそうな場合、 というのは、プロトンポンプ阻害薬を使うことが可能となっています。よかったらですね、お薬の適応症、見といてください。ランソプラゾールとか、ラベプラゾールとか、ボノプラザンとか見てもらうと、適応症に低用量アスピリン、エンセイの使用時における海洋の再発抑制というね、適応症がありますんで、よかったら確認しておいてください。まあ、国家試験ね、適応症も問われることありますんで、適応症部分もしっかりね、 見れるところは見ておきましょう。プロトンポンプ阻害薬なんかはね、よく出題されますんで、適応承知ってても損はないと思います。で、続いて薬物療法なんですが、攻撃因子を抑える H2 状態社内薬、プロトンポンプ阻害薬と、あと防御因子増強薬ですね。粘膜を保護するものとか、粘膜血流増強するようなもの、使っていくことがあります。 で、消化不良、消化がうまくいってない。まあそういった場合は、消化酵素剤使ったりとか、あと消化管運動機能が低下している場合は、消化管運動機能改善薬ということで、トリメブチンなんかを使うことがあります。で、トルスなんかが関与している場合は、精神安定薬なんかを使うことがありますんで、まあストレスの軽減目的で安定剤使うこともあるんだなとされているということです。 ということで、これが症状、治療についての内容ということなんですけども、病態と絡めて、総合的にですね、解を理解してもらって、あらゆる問題に対応できるようになりましょう。で、この対応力っていうのは現場でも役立つと思います。患者さんの背景見て、そして使ってるですね、お薬なんかを見て、で、それによって対応になってるかもしれないってなった時に、医師にですね、うまく今の情報を提供して、適切な治療法なんかを提供できたりとか、 患者さんにね、適切な服薬指導をすることができると思いますんで、まあ、今回内容を活かしてもらって、現場でも適切に対応に対応できるようになってください。それでは。